はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日もデッキ紹介やっていきましょう。本日紹介するデッキこちらです。MOチャレンジ優勝のドメインランプということで、まあ前の環境からも暴れてたデッキの一つではあるんですけど、まあ相変わらず怒りの大天使強いな、アトラクサ強いなっていうところなんですけども、まあ、見慣れないカードでいくとね、こいつらですね、イモデーンの帳簿兵、あと洞窟探検、まあ、洞窟デッキで使ったことはあったんですけど、まあ、今回魂の洞窟しか入ってないんですけど、まさかこれをね採用したデッキが優勝してくるとはという感じですね。まあ、イモデーンの帳簿兵はね最近ちょっとボロスで暴れ散らかしてるんでね、まあ、この群れ渡りとかアトラクサとかも出したターンいきなり殴ってくるとかね、まあ、そういう動きもできるんで終盤結構役に立つんじゃないかなという、まあ、ピン刺し面白いカードなんじゃないかなという感じですが、新しいカードがね、メインには入ってないと。サイドも入ってないね。はい。新カード、まあ、新カードで言ってももう1ヶ月ぐらい経ってるけど、とりあえず入ってないね。入ってないけど、強いね。うん。はい、まあここら辺どんな感じに活躍してくれるのか早速やっていきましょう。さあそれではやっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。力戦の束縛が非常に唱えにくい土地だな。もう狼デッキとはまた珍しいですね。ちょっと待てよ。これはアトラクサでいいのか、ファイレクシア、天使、天使を指定したらいい感じでしょうか。さあ天使、さあ洞窟探検、土地を1枚出します。まあ次太陽効果で1回リセットしてもいいかな。なんかを警戒してる。でもこれそんなにどうなんだろうね、まあ、タップインの土地多いっていうのはあるんだけど、別に洞窟デッキじゃないっていう。一気に削られる。まあこれも天使でいいか。どうしようかな。いやでも一回リセットかけといた方が無難な気はする。次何出てくるの、一応力戦でどかせれるし、群れの渡りあるし、さあこれで一応ないのが沼か。さあターン終了。厄介だよね。攻撃するたびだ、ややこしいな。まあ別にいいか。アトラクサ出たら多分もう勝ちだと思うんで、あんまり気にせずに。さあ群れの辺り沼持ってきます。トラクサ、多分こいつを対処するのは難しいんじゃないかな。
まあ、いっぱい持ってきたけどいらんかった。もう腹もだるいな。おお、殴ってくる。なんかあるんやろうけど、やだな。そんな自信満々で殴られると非常に困る。さあどうする、どうするよ。ちょっと一回貯めようか。豆の木も出すか。さあターン終了。面白いから66ブロックしてみよう。おっ、なんだろう、もう分からん。こっちでいいわ、ブロック。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ何のデッキでしょうね。6か、分からんけど、魂の洞窟恐竜で指定した方がいいか。恐竜でやってその次天使、あ、リアニか。リアニですね。まあ、一刻も早く何とかしたいが、まあ、特に何もできんな。とりあえず今のところ釣るカードがまだ落ちてない。それが救いだけど、めっちゃ順調に行かれてるね。なんとか白マナが欲しい。あ、落ちちゃいましたね、エターリー。エターリーが落ちちゃった。エターリーが落ちてしまった。おっと、これではエターリ釣れんかったんか。それともまだ何か狙ってんのかな。まあちょっとわかんないですけど。まあ、一気に土地が並びましたね。さあこれでエターリが出てくる。はい、力戦の束縛か。
いやらしいな。さあ何を持ってかれますかね。まあそれはしゃあないな。さあ天使、アトラクサ行ってもいいんだけど、太陽光か先かな。さあターン終了。さあちょっと44で殴っていこう。サダック、さあトラクサ、さあこれでターン終了。珍しい勝利と。まあ、とりあえず殴れか。さあ、怒りの大天使。まあ、とりあえずライフ削っていきましょうか。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。いきなり殴られると辛いな。さあ身の木を登れ。間に合うか。まあでも群れのあたりで回復もできるし、まあなんとかなるか。
タイガ。さあ、全世界の進行。まあ、怒りの大天使来てくれたのかも。すごい大きいね。これと森でいいか。太陽効果もいいけど、怒りの大天使で流せたら言うことないね。場合によったら太陽効果先に行った方がいいかもしれんけど。いや、でもライフが怪しくなってきた。ライフが怪しく、うわぁ、クマの。7点でかいな。待てよ、白、白。一応いけるか。さあ、怒りの大天使。さあ、向こうからしたら、まあ、天敵です。さあ、土地を出して、ターン終了。しかし、それでもですね。もう一息何か欲しい。まあ、向こうが何かしら強化しても関係ないか。ブロックしていこう。まあ、一方的にやられることは多分ないですね。あったわ。あれ？そっか。3だから4。あ、そっか、ダメだ。参ったな。さあ、天使で。どうする？さあ、豆の木を登れ。さあ、太陽効果。いや、いいですね。アトラクサ来ましたね。ちょっと痛いけど、ギリギリ耐えれるか。ギリギリ耐えれるかっていう感じですね。あと4点。あと5点何か削られたら終わりなんだけど。どうだ？ギリギリ耐えれるか、これは。なんとか耐えてくれ。なんとか耐えましたね。これで3点回復できるし、アトラクサ出せば、まあ、いけるやろうと思ったけど、あと2点。まいったはい、対戦ありがとうございました。まさか逆転されましたね。7枚でキープ。さあ、後手でも間に合いますかね。これいけるかな。ブルガリか。あー、このタイプのデッキはなかなか。早めに力戦の束縛来てほしいね。エンチャント割っていきたい。ね、これが早かったな。2枚目それはちょっとしんどくないか。それはちょっと待ってよ。母星樹で割るにしても
割り切れない。サタン終了。まあ1枚は割っとくか、せめてね。ああそうくるか。まあボスエッグで1枚割っていきましょう。とりあえずね、割っとこう。さすがにもう割っとかんときつい。まあそして次のターンちょっと分からせていきたいですね。一気に殴っていきたい。まあ、ブロッカーいてもいいんだけども殴るか。さあアタック、もう一気に削っていこう。さああと10点。次アトラクサもいけるし、なんとかなるでしょう。Today we carve our deed. It's not a victory without you. 怒りの大天使でブロッカーどけながら殴っていくのが一番いいかと思ったけど、どうだろうか。殴れるのかな。めっちゃ来るやん。やばいやばい。I don't let anything slip through the cracks, other than myself. めっちゃ来るやん。まあここ両方倒してもいいんだけど、まずこれ殴るやろ。殴ったら向こうどう来る。殴るか。まあ本体だな。両方倒したらまあ勝ちですし、まあ、それはさすがにないか。さあ怒りの大天使、さあプレーンゾーカー2体をね落としていきます。サターン終了。さあさらに飛んでるんでね、向こうは結構やりにくいんじゃないかなと思ったらまた復活してきよった。厄介ですね。まあただ今度は召喚酔いがあるんで、まあアトラクサで帰戦の束縛とかは引いてくれるかな。あ、めっちゃいい引きよ。連続は無視ですね。さああと3点。
掘ってるけども、飛行クリーチャーを止めれるかどうか。向こうははい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。ミラーですかね。まあ先行の方が有利だと思うんで、一気に押し切りたい。サドック。ターン終了。お、なんかちょっと違う感じですかね。まあでも土地出していくんでランプ系だとは思いますけど。まあ、とりあえず殴っていきますか。さあトラクサ、さあ土地を出して、さあこれでターン終了。うん、なんだこれ、正解の最短3マナ。うん、ちょっとあんま馴染みのないカードですね。ここはすんなり殴らせてくれるんかな。さあアタック、ターン終了しましょう。さあ、戦の束縛。まあ、次元壊しを追放しよう。さすがに太陽効果飛んでくる
とは思うんだけど。さあ飛んできましたね。さあトラックさん、さあ豆の木を登れ。あ、向こうね、もう結構ライフがないんで、太陽効果1枚してます。まあ怒りの大天使もう1枚引いて削り切れたらいいかな。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。MO チャレンジ優勝のドメインランプということで、まあ変わったところがね、この洞窟探検イモデーンの帳簿兵、まあここら辺ぐらいだったんですけど、まあやっぱちょっと使い勝手が変わるなという印象ですね。まあ洞窟探検、まあアンタップでトライオンも受けるのはいいかなと。まあ、ここで4点回復できたりは結構美味しいかなとは思いますが、まあ、長歩兵が割となんか、だらけた時に一気に勝負決めたりできそうで、いいなという感じでしたね。まあ、相変わらず安定して強いなという印象です。はい。そんな感じで、ランプデッキ好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。